どうもクロスロードラボです、今日はみーちゃんも一緒です。こんばんは、今日はね、ビールの動画なんですが、ウイスキーじゃないんですよ。クラフトビールが毎月送られてくるクラフトビールのサブスクリプションおともにさんからですね、こちらクラフトビール6本入りかなが届きました。はい、毎月ねクラフトビールが送られてくるというサービスなんですが、1200種類以上の銘柄からその時一番楽しんでもらいたいクラフトビールを、届けてもらえるということで、6本飲み比べ定期便がね月々4378円からということで、たくさんの銘柄から季節だったりお届けしたい体験、限定ビール、お客様の好みなどに合わせて毎回丁寧に飲み比べセットをセレクトしていますということで、いろんなタイプのクラフトビールが送られてくるんですって、最近うちのチャンネルさ結構視聴者の方からビール送られてくるでしょ。そうね、結構ビール飲んでるからね。飲んでるね、地味にね、全国の。そうね、めっちゃ美味しいんだよね。よし、それでは早速開けてみたいと思います。あ、開いてたこんな感じになってるんですよ。素敵ね、ちゃんと段ボールもこだわってて、じゃんじゃん、おお、なるほど、缶もあるんだ。そりゃあるか、なるほどこれね、コースター、マグネットコースターついてきます。あとはこれは何が入ってるかですね。で、これはおともにの5つの楽しみ方っていうのが書いてます。あとは、お、これはいいな、ペアリングのマップが入ってました。あー、わかりやすいね。例えばピルスナーだったら和食に合いますと、ペールエールだったらジャンクフード、バーレーワインだったらデザートとか、煮込み料理には、シュバルツとかね、デュンケルが合うとか、そういうねマップがこうやってちゃんと、これはね見ててちょっと楽しいかも、僕ねビール全然詳しくないので逆にね助かりますね、こういうのはね、選びやすいですね。ね、うわ、この絵が食欲そそるねこれ食べたくなっちゃう、食べたくなる、ハンバーガー食べたい。そこモスバーガーなんでモスバーガー買ってこようかなってちょっと思っちゃったまあ今やってないけどね。そうね、よし。で、各ブルワリーとの連携で新作の先行体験だったりとか、限定販売のビールも楽しめる、いろんな企画があって企画を参考に選べる。あと普通は、いろんなところからこうビールを買うと、1回1回こう送料がかかっちゃうけど、このおともにさんだとまとめて一括して送料を、ね、払うことができるというのでその分お得というんですね。あ、なるほど、で配送されたビールを自動で記録、ビールのメモを残せる会員アプリビアブックがある。これめっちゃいいですよね。なんかねこのアプリがすごいいいらしくて、自分が飲んだものをちゃんと記録できるし、それを参考に次のビールを、決めたり、ね、できるということですね。で最後にはですね、ちょっと今回おともにさんからこの動画を見た方にのみ、招待コードをいただいているので最後に発表したいと思いますので最後までご覧ください。それでは早速飲んでいきたいと思います。はい、それではですね、まず1本目なんですけど、熊野古道爆酒、熊野古道、あ、熊野古道ビアだからビールか、熊野古道ビールね、伊勢門屋って書いてますね。飲んでみましょう。最近なんかビールも結構飲んでるので興味が湧いてきましたねはい、残りはちょっとみーちゃんにね、はい、いただきますで、楽しみ方にね、ラベルや王冠をコレクションして楽しむっていう楽しみ方が書いてあるんですけど、確かにそれいいかもって思っちゃったね。王冠集めるとか昔確かに集めてる人いたなって思うけど、大人になって今考えてみると、あ、そういう楽しみ方確かにあるかもって思っちゃいました、あとはアプリを活用して知識を深めながらビールを楽しむ、なるほどね、今風ですよねそれではいただきます。いただきます。うん、結構すっきりしてるね、うまい、苦味もそこそこいい感じ、ちょうどいいぐらいでね、ちょっと爽やかな感じもあって、余韻もこうあんまり尾を引かないから、かなりすっ
きりした感じのビールだね。飲みやすい、うん、大麦麦芽と小麦麦芽、そしてホップ、米ということで、これは僕はかなり好きですね、うんうんうん、香りもいいし、フルーティーだね、香りもね、フルーティー、すごいフルーティー、うん、はい、続いてなんですが、こちらは松出の地ビール、宍道湖夕日ビール2021だって、松出ビアヘルン醸造所というところのやつですね、日本ですね、思いっきりね、大麦麦芽、あとはホップ、炭酸って書いてますね、シンプルあ、ペールエール、ホップに結構こだわってて、シトラスホップと、オーストラリア産ギャラクシーホップを使用ということですね。2つのホップの調和を楽しみながらごくごく飲んでいただけるキレのいいビール、キレがいい、ね、なるほど、うん、うん、ほんといろいろあるとラベルも楽しめるね。ラベル、これコレクションするの楽しそうだね、楽しそう、なんか結構特徴的だもんね、ラベルがね、ね、うまそう、めちゃくちゃうまそうじゃないですか、美味しそう、美味しそうだよねはい、それではいただきます。いただきます。あ、これ何の香りだろう、うん、知ってる香り、ちょっと草っぽい香りする ね、するちょっと柑橘感のある香りするね、グレープフルーツとかさ、うん、なんかそんな感じだね、お、結構苦味が効いて、ホップ効いてるね、めちゃくちゃ、ね、効いてるね、うん、でもさっぱりしてるね、するする、うん、うん、これはなんかちょっと濃い味の料理に合わせたい感じ合いそう、ジャンク感があるよね、合いそう、ジャンクフードにすごい合いそうだよねこれ1日で全部飲み比べする人いないと思いますけど2人だったらでも割とあっという間に飲んじゃうね、できちゃうと思う、うん、もちろんこれね、追加で買うこともできますから、毎月6本送られてくるプラスアルファ、自分でね追加してお気に入りのビールを買うこともできます。はい、それでは次行ってみます。はい、続きましてこちらはビラ、インディアペールエールですね、 IPA、 ウイスキーにもよくねこの IPA カスクって使われますけど、アルコール度数は 4.5%、 原産国はインドということになっています。まあ、IPA は好きな人はめっちゃ好きですよね。僕も結構こうクラフトビールといえば IPA 率ってすごい高くてすごいたくさん送っていただけるんですが苦手な人はね、この苦味が結構、苦手だっていう方いらっしゃいますね。でもラベルかわいい、お猿さんが書いてある、うん、こんなのはい、それではいただきます。いただきます。わ、香りは超いい、すごいフルーティー、ヨーグルトみたいだね、うん、なんかもう乳酸菌というかもうそんな感じ乳製飲料かなっていうぐらいの、これアンバサじゃないこういうジュースあるよね、あるある、いや、すごいいい香り、うん、いただきます。いただきます。お、全然重くない、うん、すっきり、すっきりだね、うん、苦味も程よい感じで、あれ本当にこれ IPA っていうぐらい、あれアンバサこれ最近アンバサネタよく使うけどよく使うねいや、うん、美味しい、美味しいね、なんか後にそんなに残んないし、うん、今まで飲んだ中で一番フルーティーだね、そして一番飲みやすいかも、うん、私好きかもしれない、ね、うん、あれこれ本当に乳製飲料じゃないのこれうまっ、うん、これやばいね、ごくごくいっちゃうね、これいけちゃうね、これすぐ酔っ払うやつ、うん、あ、うまい、次です。はい、これはね、キビ土手下御崎岡山の地ビールというかクラフトビールですね、麦芽、大麦、ホップ、コリアンダーシード、コリアンダー、パクチーですか兄ちゃんが苦手な、私がちょっと苦手なパクチーさんがいらっしゃいますか、まあ、ジンとかによくねコリアンダーシードって使われますけど、どうでしょうかねうわー、美味しそうな
うん、はい、それではいただきます。いただきます。ん、あれでも結構僕はあれっていう香り、苦手な香り、若干やっぱりちょっと植物っぽい香りが若干あるね。うん、まあ、苦手な香りの方が敏感に結構感じ取れるので、得意な人からしたら全然感じなかったりとかねするんですよね。いただきます。いただきます。あー、すっきりはしてるね、うん、かなり苦味全然ない、フルーティーだね。コリアンダー感はそんなにないけど、このちょっと苦手な感じが出てるのが多分コリアンダーなのかなっていう感じ、うん、僕からしたら。みーちゃんはそこまで大丈夫だった、ちょっと警戒してた。そこまで大丈夫だった、うん、だね、そこまで苦手じゃなかった、うんうんうん、全然全然、特にもう食事と一緒に飲んでたら全然気にならない程度だな。苦手な味フレーバーが結構入ってるんですけど、僕からしたらね。でもライトだね、かなりね。そうね、うん、うん、私もちょっと聞いただけだとうんと思ったけどでもやっぱりちょっと草感というかある、緑っぽい感じだね、うん、大麦感じゃないね、これはね。違うね、うんうん、はい、続いてですけど、こちらかなり爽やかなラベル、こんな感じ、レモンっぽい、うん、ね、広島だって。広島ネイバリーブリューイングレモンセッション IPA って書いてるね。なるほど、スカッとって書いてる、うんうんうん、で見るとね、麦芽使用率 50% 以上で、あとはね、ホップ、レモン、レモン汁、うん、あとはレモンピール、ゼラチン、カラギナン、カラギナンってなんだろうね、なんだろうが入っていますだから結構さっぱりと飲めるタイプの IPA なんでしょうね、うん、柑橘感が出るのかな。ゼラチンってどういうことなの。ゼラチンってね、どういう効果があるのか、うん、やっぱりクラフトビールはこうグラスに入れて飲むのがね、一番いいですよ、はい、はい、それではいただきます。いただきます。香りはもうすごい柑橘感あるね。うまる。ちょっとでも革製品の匂いする。する。わかる？わかる。ちょっと革製品が水に濡れた時の香りですね。いただきます。いただきます。あれ、割としっかりビールだね。そうね。しっかり IPA って感じ。苦味も。うん。ホップの苦味がすごい出てる感じだし。うん、まあライトなんだけど、レモンの感じとか全然ないね。香りにはこう、うん、結構あるけど、飲むとそうでもないよね。そうでもない。うーん、意外と編集でどうなってるか分かんないんですけど、2人とも結構飲んでますからね、かなり、ね、酔っ払うよね酔っ払う、もうだいぶ酔っ払ってきてますけど、うん、でもなんかすっきり、本当にスカッとって書いてありますけど、うん、本当にすっきり飲める感じが、確かに、うん、このラベルがまたこのスカッと感を演出してるよねなんかでもあれだね、食事にめちゃくちゃ合うね、これ絶対ね、うん、さっぱり、まあ、苦味が結構しっかりあるね、ありますね、 IPA らしい、うん、はい、最後はですね、こちら山梨の源流 IPA ですね。 IPA 率やっぱ高いね、うん、そうだね、うん、インディアペールエールですね。 IPA は華やかなホップの香りとクリーンな苦味のベルジャン IPA、 原材料名は大麦麦芽ホップ、糖類って書いてますね。ちょっと味が調整されてるんですよ ね、うん、ベルジャンだから結構まろやか系なのかな。はい、どうぞ。はい、はい、それではいただきます。いただきます。これはね、個人的には好き。結構まろやかでしょ、うんうんうん、ボディがそこそこ、そう、ねね、しっかりしてるというか、うん、ベルジャン系は好きだな。アルコール度数は結構ね高めで 6% ありますね。ファーイーストブリューイング、カンパニーって書いてます。これうまいね。
美味しい。これは一番好きかな、うんうん、あのビール単体で飲むならね、別に食事に合わせなくてもいいって、そのままいけちゃう、うんうん、そのままいけちゃう。はい、で最後にですね、もう一回アプリがかなりいいらしくて、ちょっとアプリの機能をざっと紹介しておきます。会員限定です、ちなみにね、このアプリはね、まずビアブックっていうのがあって、配送されてきたクラフトビールが自動でビアブックに、開放され、こだわりのポイントや類似ビールなどを見ることができます。だから自分がいいなって思ったものとかの似た味のものとか、うん、類似の製法だったりとかするものを探してくれるんだね、うんうん、ありがたい、ありがたいよね、うん、あとはレビュー、自分でこのレビューをつけることができる機能、でストアって言って、通常の定期配送に加えて IPA ガチャセットだったりとかクリスマスセットなど気に入ったセットを追加で購入できます。あとはね、スキップ機能って言って、まあ毎回ちょっと飲みきれないなっていう方、毎回送られてきても、そういうのをスキップする機能もあったりとか、あとキープって言って、届いたビールの銘柄で気に入ったものがあれば、もう一度お届けすることができるキープ機能、そしてセット選択、北海道セットだったりおつまみセットだったり、ユニークなセットを選択できる回も登場します。でお気に入りビールの登録、まあ気に入ったビールを登録しておけるってね、うんうん、あとシェア、あなたのお気に入りのビールを簡単に SNS で共有できる機能で、最後に最新情報をキャッチアップ、最新のサービス情報が掲載されているということで、もう機能めちゃくちゃあるよね、うん、そしてなんか分かりやすいね、うん、すごい分かりやすい、はい、そんな感じで、ぜひね、気になった方はおともにさんチェックしていただきたいんですが、最後の最後にですね、この動画を見た方だけに、特典があります。紹介コードっていうのがあって、この招待コードを、注文するときに入れていただくと、初回料金が500円オフになるそうです、うん、はい、まあぜひチェックしてみてください。はい、みーちゃんどうでしたか。美味しかったですね。やっぱりなんかクラフトビールいろいろ飲み比べれるのっていいよね、うん、なんかビールの種類ってかなりいっぱいあって、特に最近は結構クラフトビール流行ってるから、流行ってる ね、うん、ね、ラガービールとエールビールだけでもたくさん種類があるし、そのビールをいろいろ飲み比べて自分の好みのものを一本見つけられるっていうのはすごいいいサービスなんじゃないかなと思いますね。なかなか自分で選ぶって難しいもんね。難しい。しかもさ、うん、うちらみたいな田舎に住んでると売ってないんだよね。売ってない、まず売ってない。だいたいもうネットオンリーというか。そうね。しかもこのコロナ禍にやっぱりこうクラフトビールたくさん置いてある店に飲みに行くっていうのもなかなかこうね、行きたくないっていう方もいらっしゃると思いますから、うん、ぜひ、興味ある方、ビール好きの方はね、ご活用ください。それではチャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタのフォローを、メインチャンネルの登録もぜひよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。バイバイ。